機械後モニタは各種コンピュータにファームウェア内し基本的なシステムソフトウェアとして提供されるプログラムでメモリ内容の補助記憶装置へのロード、ストアを行ったり任意のメモリ位置の内容を参照及び更新、実行するといった最低限の機能を持つ。マイクロコンピュータやホビーパソコンでは広く装備され、初期のそれらではロムにこれしか搭載されていないものもあり、その入出力は ベーシック等のシステムからローレベル処理を行う際に内部的に呼び出され使用された。その後、ロムベーシックやディスクベーシックが標準装備され、使われる時代でもモンコマンド等で機械語モニターを使うことができた。一部のクリーン設計の機種等では、本体側には IPL しか存在せず、モニターも補助記憶装置から読み込まれる形になっていた。 高機能な機械語モニターは簡易でバッカとしても機能し、絶対アドレス指定方式のアセンブラや逆アセンブラの機能も備えていた。機械語モニターだけでソフトウェアをプログラミングしてしまうこともそう珍しいことではなかった。以後のパーソナルコンピュータでは、アセンブラでバッカ OS のそれぞれの充実により、機械語モニターのような低機能なインターフェースや処理をユーザーに要求することは少なくなった。 現代では、組み込みシステムの開発用ターゲット環境のファームウェアや EFI のコマンド環境、オープンファームウェアなど、開発目的等のローレベルにハードウェアを制御する必要がある場合に使用は限られている。ありがとうございます。